ネットでポチりたいです。今回の動画はだいぶ危険というか、ご覧いただくのに覚悟が必要かもしれません。何しろおじさんの顔のアップが延々と流れ続ける動画になってるからです。どうしてそんなことになってしまったかというと、メガネを紹介するからです。はい、でまずお知らせが2つありまして、1つはコドナチャンネルさんの、コーディネート診断っていうのがありまして、これ2回目なんですが、それにまた応募して、で私が診断していただいている回が、アップされました。公開されてます。そのことについては、次の動画で反省会をしたいと思うので、まあ、よろしければその前に皆さんもご覧になってていただけると嬉しいです。2つ目が有名なファッション誌、ファッション業界の方もよく読んでらっしゃるファッション週刊誌の WWD ジャパン、 こちらの7月6日に発売になった号で、なんと紹介していただきました。謎のマルジェラおじさんは一体何者かということで、私 YouTube 始めてまだ3ヶ月なのにこんなことになるなんていうのは、本当にインターネット時代ってすげえなーっていうか、夢があるというか、なんつうか恐ろしいというか。で、メガネ。ありがたいことにコメント欄にいっぱい質問をいただいてまして、どこのメガネなのか教えてくださいって言うんですけど、結構コーディネートいろいろやっていく中で、その服ごとにメガネ変えてるんですね。どれのこと言ってるのかなってちょっと思う時もありまして、まとめて紹介できる機会を作りたいと思って、それが今日やっとできるってことです。ずらっと用意したんで、ちょっといくつかのパートに分けてご紹介したいと思ってるんですが、多分皆さん聞いてるのこれのことかなと思うんですけど、私の YouTube のプロフィールのところに載せてる写真でかけてるメガネです。メガネで個性は出したいけど、まああんまり奇抜なのじゃなくて、でも他の人と被りたくないみたいな気持ちで探してる時に、エッセンスのサイトで見つけたのがこのクボラム、ドイツのブランドです。1個目これをポチったのが多分2年くらい前で、その頃クボラムっていうのをググっても日本のサイトであんまり情報が載ってなかったんで、あ、他の人と被らなくていいやと思って、その後買い続けて今3つ目です。で、かけたらどうなるかっていうのを、その恐怖のおじさん顔面アップ動画でご覧ください。私が持っている3種類のクボラムの中から、まずは先ほどもお話ししたこの L5 というタイプ、肉厚なウェリントン型のフレームというと、まあよくあるメガネのような気もしますが、クボラムらしいのがこの所々にさりげなくあるカッティング、それによる凹凸のおかげでシンプルなメガネとは違った個性をアピールすることができると思います。ネットでメガネをポチる勇気がある方はファーフェッチに1個だけあったのでお早めに。続いては K11 というタイプ、先ほどの L5 よりフレームが細くなったことでナードでオタクっぽい感じがするところが好きなメガネです。カッティングによる凹凸はさらに複雑になってますね。3つ目のクボラムは K23、 ボストン型っていうのかな、若干小ぶりでシャープなイメージ、ブリッジのところがもう古代遺跡みたいな形になってますけど、他の2つと違ってマットな黒なのでちょっと落ち着いたムードも醸し出しています。はい、で2年前はあんまり情報なかったんだけど、これアップするにあたりちょっとググったら今いっぱい出てきて、日本でも結構扱ってるところが多いみたいですね。でびっくりしたのが、今もうなんか ZOZO でも扱ってますね。もともと人と被りたくないと思ってたんで、あんまり有名になってほしくないなと思いつつ、この動画をご覧の皆さんには、まあ、ぜひおすすめしたいと思います。もともとはすごい目が良かったんですよ。 1.5 とか余裕でずっとあって、それが20代の半ばぐらいですかね、まあ、若干落ちてきて 0.8 とかそのぐらいになってきて、多分ギリギリメガネなしでも運転とかできる免許をもらえるぐらいの
視力だったんですけど、仕事が映像関係でもうなんかカメラ回したりとかいろんな小さい文字とかを確認する仕事をしてたので、まあせっかくだからまあいやいやかけるんじゃなくて楽しもうかなと思ってメガネを。でそんな時にまあ一番最初のメガネ選んだのはアラン・ミクリっていうフランスのブランドのメガネでした。当時はねアラン・ミクリばっかり買ってたんで、これも何個目かのアラン・ミクリなんですけど、やっぱねフランスのメガネだからですかね、デザインはもちろんですけども色とか見たことがなかったものばっかり でかつなんかファッションブランドとかあと建築家のスタルクとかとコラボとかしてたので、そういった意味でもすごく惹かれるブランドでした。その近くにあった別のお店で買ったのが日本のブランドでジャポニズム、なんかボストンクラブっていうメーカーのインハウスブランドらしいんですけど、竹ですね、バンブー、雑誌で見て、あーこんなメガネ買うのは俺くらいだろうと思ってお店に行ったらすごい人気なんですよって言われたっていうのを覚えてます。天然の竹を使ってるので微妙にメガネ一個一個の表情が違うというのも惹かれた理由でした。結構個性の強いメガネをかけてて変わったメガネかけてる人だねっていう風にみんなに思ってもらえるようにはなったんですけど、もうちょっとなんか自分の中身に合うようなメガネを探そうかなと思って、でその頃に出会ったのがこの辺ですけど、こっちがマイキータ、これドイツのメガネですね。メガネっていうよりもこのバネがビョーンってなる感じとかちょっとガジェット感があるというか、すごい機能的、シンプルなのに個性的という、まあ、形もねよく見るとこんな形見たことないっていう。でマイキータは私がこれかけてた頃がもう十何年前ですけど、その後にマルジェラとコラボをし始めました。で今も多分マルジェラとコラボはしてるんですけど、だからマルジェラとコラボしてるのはまたそれはそれでなんか自分がかけたいのと違うなっていうふうに思ってかけてないんですけど、で同じくその頃買ったやつがウォルフガングプロクシュ、こっちもドイツなんですけど、これもまあパッと見はそんなに派手ではないんですけど、特にこの上の部分ですかね、上の部分のカッティングが大胆で、バウハウスの国だけあって合理主義機能主義みたいなところで、パッと見は派手さはないんだけども、よく見るとこだわりが詰まってるみたいなのがいいなと思ってこの辺をかけてましたね、10年前くらいまで。メガネってやっぱどうなんですかね、あの長く何十年同じのかけてる人もいるとは思うんですけども、やっぱりちょっと飽きてくるんですね。で自分の顔は飽きても変えられないじゃないですか。でもメガネは買い替えればあの新しい顔になれるというか顔の一部ですからね。ということでこの辺はクボラム以外で、まあ、最近かけてるメガネです、まあ、それぞれにデザインとか違うので、どんな感じになるかちょっと比べてみましたのでご覧ください。まずはイギリスを代表する老舗ブランドオリバーゴールドスミスのウェリントン型メガネ、俳優のマイケル・ケインが愛用していたことでも有名な形だそうですが、このレトロなフォルムといい溶けかけのチョコレートみたいな色といい、なかなか味があって気に入ってます。レトロといえばこちらアメリカンオプティカルのヴィンテージメガネ、ビル・エヴァンスもかけていた超有名なモデルとのことで、いざという時に身につける超勝負メガネとして購入。そこそこいい値段はしたんですけど一生ものだと思えば大丈夫。そしてこちらはマックス・ピティオンのマエストロ、フランスの名門ブランドをシュプリームのアイウェアも手掛けたタミー・オガラさんが復刻とのことで日本でも人気だったんですけど、今ググったらとっくにブランドが休止になってたみたいですね。このぽってりとしたフォルム買っておいてよかったと思います。 Say I doにはね、なんか2種類の人間がいるみたいで、毎朝洋服何着るか考えるのが面倒だなと思う人と、毎朝何着るか考えるのがすごい楽しいって思う人がいるんですね。でそれと同じですね、メガネもまず洋服が決まって、そこからメガネを選ぶときに、まあ、何個か掛け替えながらどれが一番いいかなっていうふうに悩むのが
まあ、面倒くさいって思う人とそれも楽しいって思う人といると思うんですけど、私は私とか、まあ、多分この動画を見てる方はみんなそうだと思うんですけど、そういう選択肢がいろいろあってそれを選ばせてもらえるっていうことがあればあるほど楽しいという、そういった意味ではメガネをファッションアイテムに取り入れることで、まあ、そういうファッションの楽しみがまた増えるっていうのはすごいいいことだと思うので、メガネで挑戦してないとかこれからしようと思ってる人はチャレンジしてはいかがでしょうか。で最後にまだ紹介してないところで、まあ、ちょっとこの辺のメガネがあるんですけど、ちょっとこの辺のメガネは、まあ、私にとってはちょっと特別な意味のあるメガネだったりするので、まあ、それも動画にしてみましたのでご覧ください。こちらコルビジェがかけていたことで有名なまん丸シェイプに極太仕様、見るからにヴィンテージオーラ出まくりですが、そうこちらはフレームフランスの希少なデッドストック、アイコニックなメガネなので自分流にかけこなすのにはテクニックが必要ですね。そしてこちらは OG by オリバーゴールドスミスのラウンド型メガネ、おしゃれなのは間違いないんですけど、メタルフレームはちょっとかけ慣れていなくて、こちらも自分流にかけこなすのが大変です。じゃあどうしてそんなメガネに挑戦するのかといえば、もうかけることができなくなってしまったナオミちゃんのメガネだからなんですよね。視力抜群だったくせにメガネコレクターだったナオミちゃんのメガネをかければ、メガネを通して今の世界を見せてあげられるのかななんて思ったりしてます。まあ、バカな話ですけどね。 Say I do.はい、いかがでしたでしょうか。メガネって今お手頃な値段でね、すごく高機能なものも売ってるから挑戦しやすいですよね。まあ、一方私とかちょっとマニアックな方は値段とか度外視でメガネ選んじゃうわけですよ。でさらに私みたいにちょっと度がついてるメガネが必要だと、まあ、1枚ね1万とかそれ2枚とかつけるわけですから結構な値段になるんですけど、結局ね自分の中でもう一人の自分が言うのは、お前それ顔の一部だぞっていうわけですよね。お前顔の一部、自分の顔が劇的に変わるかもしれないのにそこに出し惜しみするっておかしくねっていう、なのでそりゃそうだプライスレスだよねっていうふうに思って、まあ、ついつい新しいメガネを買っちゃうし、まあ、今も探してます。